吉田さんお疲れ様です。卓球がね、今でもできるのは素晴らしいことだと思います。まあ、私はね、40過ぎてから改めて運動を始めたんで、それこそ、ガタが来るペースも結構ね、激しいですね。じんわりと始めていけばいいんですけども、何事も詰めちゃうんでね。いや、ちょっとね、肩痛いままですね、はい。ということで、立花隆さんのちょっとお話しましょうか。立花隆さん,、うん、テレビで言ってはいけないことを言ったんでしょうか実はね、言ってないんですよ。今回テーマででは国防のここととを話しててくれってことで やっぱり情報って間違った情報とかが流れてもいけないし、えー、正しい情報が隠蔽されてもいけないですよねまあテレビってのはスポンサーの意向もあったりしてまあ結構ね情報が歪められてる面とかっていうのがあるのはしょうがないと思うんですよまあ例えばねトヨタ自動車がスポンサーをやってる時に日産の車がドラマの中に映り込んじゃまずいでしょだから相当気を使ってるみたいですでコカボーラが協賛してる時に ペプシの瓶がポンと出てきてもいけないんでそれこそロケをするときにはペプシの瓶とか缶が落ちてないかってことを一斉掃除するみたいですよだからね街頭インタビューって言っても一定の仕込みがあったりとかしてるのは何とも言えないですねこれはねもうテレビってのはそういうもんだというふうに展開しながら見ないといけないだからテレビが言ったから本当なんだ嘘なんだっていうのはテレビは演出として言ってるわけであってねえー、それを真に受けていいのかあいのかってことはマスクやそれから 予防注射についいいても同じようななこととが言えるのかなと思いますいやでも本当困ったもんねでもそういうふうなね、まあ、忖度なり都合なりを多分迂回する上で絶対的な放送権っていうのは政治家特に国政政党の党首になることなんですよ。で政治家の発言とか思想信条の自由宗教の自由こういったものに根ざした憲法の憲法上の権利っていうのは誰も歪めることができなくて。 放送ののの編集権というのはその下にあるんですよね。特に党首討論というのはこれから選挙が行われる上で有権者が政党、うん、判断する上で非常に重要なものなのでそれを放送メディアが検閲したりオミットしては絶対にいけないんですよね。さすがにね実名を出した個人攻撃とかそれから工場両続に反するちょっとねエッチで恥ずかしい放送禁止用語などは駄目ですけどもじゃあそういうことは立花さんが言ったのかなと。 うん、橘さんが言ったのは、まあ、情報はものすごく大事ななこととんだよと例えば国を守るっていう意味でもこの国を軽んじるような発言ばかりがテレビで流れるとそういうふうに思っちゃう人も多く出てきますよねってことを言っていたはずなんですよ。で橘さんはこれを視聴者さんに伝えるために絶対に放送の編集が入らない政治家国政政党の党首になったわけですよね。そのの国政政党の党首になるという手段 が今回の目的いや放送は絶対にね、あのー、歪められちゃいけないもんなんですよとでも NHK はそれを歪めてますよしかも見てない人からも視聴なに代金を取るとかねしてますよこれだとね海外に住んでる日本人もなぜか自分の口座から NHK の受信力が引き落とされてるっていう現象になるでしょ っていうことをね、わわれてるわけなんですよだから NHK ってのは立花さんは目的は一つなんですよ見てる人は払う見ない人は払わない単純にこれでいきましょうってことなんですよねだからスクランブル化なんですよでそれを訴えたいがゆえに国政政党の党首になり絶対に放送の邪魔をされない党首討論に来たというねただそれだけなんですよね国民の利益になることだけやってるんですよななのになぜか、今回も 追いい出されたととうことでねだからそのテレビの放送っていうのは国民の害をね作り出してるとも言えるわけなんですよねいや恐ろしいことでございますもう国政政党の党首ですらね言論を封殺されるとなるともう一体ねここのの国はは誰の声を聞けばいいいいんでししょうかっっててとになってしままます、はいまあ、YouTube をね見てくださる方も結構多いと思いますけどもでもね相変わらず視聴者っていうのはテレビが言ったから YouTube が言ったんでしょみたいになっちゃうんですよね。 この序列を変えていかないといけないですよね。でもそれが変わり続けてきたのが、ユーチューブだけで国政政党の党首になり、国政政党を作ることが可能になってきたっていうことじゃないかなと思いますね。さあ吉田さん、私たちも言ってみれば、たった一つのキーワードで全体が判断される立場にいます。ね、情報商材って言葉その切り口でいけば、印象が良くないところからなんですよ。だから私たちの少ない再生数や 弱い影響力の中で、本当にね、私たちの商品を買ってくださってる方ってああよかったこういうことだったのかって分かったと思うんですよでも買わなかった方とかそれからちょっとした印象で離れていった方ってのは悪い印象を持ったまま離れていっちゃったんで多分悪い印象を持ったままなんでしょうね。うんだからこうやってね内側に入っていただいて同じドリアカなりそっか塾なり 同じ内側に釜の飯を食っていれば本当にね分かりやすい見えやすいと思うんですけどねこれはどんなことに対しても言えます組織の中に入ってみて分かることと組織の中に入ってみても隠されていて分からないこととかね最近も投資グループの何とかっていうのがありましたけどもあの出勤が止まってるらしいんですよね、うん、いやあの例のやつじゃないですよでそこではナンバー2ですらねナンバー1の 意向が知らされてなかったというね <laughs> そんなことらしいんでもう情報を隠すってことがいかにね恐ろしいことかっていうことが分かりますでこの組織に対して私はねある銀行のルートからいろいろと情報を聞いたところによるとその組織が使ってると言われている銀行口座の中にはそこまでの金額動いてないよだから600億円がどうとかっていう話はちょっとねおかしいですよねってこと言われてたんであ じゃあこれは完全に銀行口座に入れてるんじゃなくてこっちで回してるだけなんだなっていうことがすぐ分かったわけなんですけどもこの軽くりをやっぱり多くの方が知らなければそこまで関心を持たずにね終わってしまうんだろうなと思いますえー、ということでね仕組みってのは本当にいろんなことこに張り巡らされていてその仕組みを知ることによって少なくともその仕組みを疑うことができますんで情報の時代だなと思うところですよねえー、それでは今日もよろしくお願いしますいってらっしゃい